GTO は三菱自動車工業が製造・販売していたスポーツクーペである。本項目では姉妹車のダッジステルスについても解説する。キャッチコピーはスポーツはライバルがいるから面白い。あなたのスポーツは面白いですか ?1989 年に第28回東京モーターショーで三菱 HSX という名で 参考出品され、その後1990年10月から市販された。日本国内においては、全グレード駆動方式は 4WD となっているが、北米向けは FF もラインナップされる。北米市場を意識した GT カーとして企画されており、直線道路を余裕を持って走れるトルクを備えた、性格付けがなされている。エンジンと基本シャーシのベースは、 ディアマンテと同一のものが使われており、それを GTO 用にアレンジして搭載している。スタイリングは三菱らしい個性の強いもので、コークボトルラインのボディに絞り込まれたサイドへ描かれる、美しい Z ラインの両線はデザイン上のハイライトとなっている。全幅は 1840mm と当時のライバルたちの中で随一の全幅を持つ。 デザイン上の特徴としてよく取り上げられるサイドやダムのエアインテークはモーターショー出展時の HSX ではブレーキ冷却ダクトだったが HSX は2シーターであったため市販化にあたり後部座席を設置しなければならなくなり後部座席周りの設計上の都合により市販車ではダミーとなってしまったという経緯がある。また、 前期型ボンネット上のバルジはもともとディアマンテ用のシャシー、マクファーソンストラット式サスペンションのボンネットへの出っ張りをカバーするためのものである。マイナーチェンジによりダミーであったエアインテークにはタイヤハウスに空気が抜ける穴が設けられているが、積極的なブレーキ冷却機能は与えられていない。また、GTO は自流を反映して、意欲的な装備が多数盛り込まれていたのも特徴である。 下記に示す装備が日本車としては初採用されたものである。日本国外へは 3000GT という名称で輸出され、こちらには SL および RT という名エンジンの FF モデルもあった。トップグレードである VR-4 y 4WD で 320PS の出力を発生させていた。北米では 電動格納式ハードトップのオープンモデルである 3000GT スパイダーリトラクタブルハードトップと呼ばれるモデルも設定された。これは1959年フォードスカイライナーがカタログから消えて以来の電動ハードトップの復活であり、現在に続くリトラクタブルハードトップ流行の先弁をつけたものだった。なお、3000GT の前輪駆動モデルのブレーキキャリパーは ディアマンテと同様のスライド式にピストンキャリパーであり、日本国内仕様のような4ピストン対抗キャリパーは、ターボモデルだけで、6ピストン対抗キャリパーは採用されなかった。2001年8月の販売終了まで、大きなもので4度ものマイナーチェンジが施された。詳細内容は、下記の通り。小さな変更を入れると、毎年のように改良されており、特に、 ターボモデルの方がマイナーチェンジでの進化の度合いが大きかった。なお、最初期型と最終型では17インチアルミホイールのスペアタイヤは採用されていない。GTO は高速帯のパトカーとして国費で前期型、中期型、後期型 MR が導入されており、基本的にフェンダーミラー仕様で導入されたが、MR のみドアミラー仕様で導入されている。 ほとんどの車両が廃車になっているが一部県警察に中期型、後期型 MR が現存し主にイベント、展示用として使用されている。また、前期型の交通覆面パトカーが静岡県警察交通部に配備されていた。ステルスはクライスラーの一部門、ダッジブランドにおいて GTO の姉妹車として販売された自動車である。 GTO は開発当初からクライスラー向けに OEM 供給することが決定しており、九百九十一年 GTO の北米展開から遅れて販売が開始された。ステルスは GTO と比べダッジ向けに外装が大きく変更されており、前後バンパーは別デザインで、またテールランプはハイグレードの RT ツインターボでは GTO と全く異なる。 ウィンカー兼用の一体型となり、CE ピラーの位置も異なっているため、リアサイドガラス形状も異なっている。なお、廉価モデルのベースグレードおよび ES については、GTO と同形上のテールデザインとなっている。フロントグリルは一連のダッジシリーズに準ずる十字の、クロスヘアデザインが採用されていた。グレード展開は、現地の GTO に準じており、 サイチを搭載した FF の廉価グレードである ESDOHC を搭載した RTDOHC ターボを搭載した RT ツインターボが設定されていた。ただ、ターボモデルは6ピストン対抗キャリパーが採用されていないなど、日本国内向けの GTO とは細かい点で仕様が異なっている。 発売当初は 3000GT を上回る販売台数であったが、1994年のマイナーチェンジを境に急激に売り上げが落ち込んでいったため、1996年に生産を終了、1997年に販売を終了している。最終年の販売台数はわずか360台であった。日本国外、とりわけアメリカでは、 日本車離れしたボディスタイルのためエアロパーツによるドレスアップが盛んであったり 3000cc ツインターボという強力なエンジンと 4WD 車であるという点からドラッグレースのベース車両に使われることも多い。逆に母国日本ではいわゆるマイナー車に分類されるため前述の通りアフターパーツが少ないという一種の逆転現象も発生している。 しかし、それでも数社より、エアロパーツ、エンジン内部、ドライブ系強化パーツが発売されており、中には、フロントのドライブシャフトを抜き、センターでファレンシャル機構を溶接ロックして、完全に FR にしているオーナーもいる。ボディ剛性の高さ、トルクが豊かな V6 ツインターボ、強度10分のゲトラグ製のトランスミッション、大容量。 ブレーキシステムなどの確かな蘇生に目を向けたオーナーも少なくないことが確認できる。1991年から1996年まで N1 耐久選手権に参戦していた。マシンメンテナンスをテストサービスが担当し、レースでは最高峰クラスであるクラス1で当時最強を誇っていた日産自動車のスカイライン GT-R の 対抗馬的存在として活躍していた。重い車重にもかかわらずスカイライン GT-R と互角の勝負を演じ、コーナーの GT を直線の GT-R という一般的なイメージとは違う反対の評価を得ていた。参戦した期間では TI サーキット間で記録した2位がベストリザルトである。このレースではコース上の落下物を拾ってしまい、それが 冷却系に当たることで惜しくも優勝を逃してしまった。イタリア語のグランツーリスモ・オミロガート、すなわちモータースポーツにおける GT カテゴリーとして公認された車という意味。モータースポーツへの熱い思いを込めて命名された。一時は先代の名前をとってスタリオン GTO という社名も検討されていた。ありがとうございます。